キンプリ5人最後のコンサートは可能性消滅歌コン入場券が転売で価格高騰。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスが18日 NHK の音楽番組歌コンに生出演。 メンバーにとっても思い入れの深い名曲を披露し、ファンの感動を呼んだ。会場の NHK ホールは、メンバーたちが同曲の、ザ少年クラブの収録でデビュー前から通っていた思い出の地、NHK ホールでの印象深いシーンとして、2018年末の、紅白歌合戦。 初出場で熱唱したシンデレラガールの映像が流されると、キシユタは相当緊張したのを覚えています。こうやって見ると自分の顔が引きつっちゃって、人生一緊張したと言っても過言ではないと振り返った。 キングプリンス派、5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、平野と神宮寺は脱退と同時、岸は秋にジャニーズ事務所を退場。以降は高橋山と長瀬角の2人体制でグループを継続すると発表しており、5人体制で生パフォーマンスを披露する機会はもうわずかしかない。 番組では、ファンの楽曲投票で1位になった人気曲、キングプリンス、クリーンプリンス、お披露。歌唱前、平野潮は、この曲は本当にファンと僕たちとの思い出が詰まった曲なので、ファンの皆さん、見てくださる皆さん、NHK ホールに心を込めて歌いたい、とコメントし、長瀬角は何年も大事にしながら歌ってきた曲なので、 今日もしっかり噛み締めながら歌いたいと思います。と思い入れの強さを明かした。歌唱中は長瀬や橋山が涙目になる場面があり、平野や神宮寺らも感慨深そうに客席を見つめ、歌い終わるとしんみりとした空気になった。番組を見守っていたファンも同様だったが、 歌唱後に高橋が喋ろうとしてマイクを歯にぶつけるハプニングがあり、さらに皆さんで最後に一言メッセージをお願いします。と促された騎士が、ぼ、ぼ、僕ですかありがとうございます。とあたふたしながら軽く締めたことでメンバーや視聴していたファンに笑顔が戻った。ツイッター上のファンからは、うるうるしてたら海ちゃんが歯にマイク当てて、 岸くんが締めの挨拶で慌てて笑顔にさせてくれて。だからキンプリ大好き。K.P.Q.P. 米印同局の略称の歌詞が今の状況と重なって切なすぎた、切ないだけで終わらせない、あの通常運転こそキンプリちゃんだよね。といった声が飛び交いトレンドに歌コン K.P.Q.P. などの関連ワードが続々と入って反響を呼んだ。 同曲には英語言葉バージョンも存在し2019年に NHK の海外向けサービス NHK ワールドジャパンの番組ソンクズオブ東京フェスタバル2019で一度だけ披露されたことがありグループの夢である海外進出への第一歩だとされました そのため、今回の歌唱で当時を思い出したネット上のファンは、どうしてこうなってしまったのか、などと複雑な声をローラしています。そうした背景もあって、メンバーたちは余計にしんみりとしていたのかもしれません。ジャニーズに詳しい芸能記者。一方で、今回の番組については、抽選で当たる会場観覧の入場整理券が高額で取引されていたことも話題に、 5人体制のキングプリン蘇生で見られる数少ない機械ということもあり、オークションサイトで20万円から50万円以上で取引されていると SNS 上で騒がれ、一部メディアでは1回 C2 列目の特等席が200万円で売買されたと報じられた。NHK はインターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。 転売を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。また、売買が確認された場合は、入場をお断りします。と、注意喚起しており、オークションサイトでの売買は完全なルール違反だが、高額出品が耐えなかったようだ。 5人体制での最後にコンサートをするのではと期待されていましたが3人の脱退まで約1ヶ月の状況で開催が発表されていないとなるともろもろの準備との兼ね合いを考えても大規模なライブが行われる可能性は極めて低い。嵐の活動休止前のコンサートのように無観客での配信ならあり得るかもしれませんが、ジャニーズ事務所は乗り切れないようで、 現状ではあまり期待できません。そうしたこともあって、今回の入場整理券の転売相場が冒頭したのでしょう。前で、5人体制最後のコンサートが望みすすきとなると、全員が揃った姿を見られる機会は貴重になりそうだ。 現在発表されている範囲では5人での生パフォーマンスは5月19日のテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーションが最後メディア出演は5月20日に放送される日本テレビ系の冠番組キングプリンスルのゴールデン2時間スペシャルがラストとみられますが5月22日は月曜の試し DDV ライブライブ TBSK の生放送に期待する声も。しかし、2016年末で解散したスマップを解散の数日前に放送された富士テレビ系、スマップ非系クラスマップがグループでの最後のメディア出演になった。その前例と同じように、3人の脱退日を待たずに5人でのメディア出演が終了してしまう恐れはありそうです。 せめて5月22日にファンクラブ向けの配信などを期待したいですね。前で。5人体制最後のコンサートの望みを捨てきれないファンは少なくない。が現状では見通しが厳しい様子。ジャニーズ事務所は今年の元日に日経新聞に提出した社長名義の企業広告でファンファーストを宣言していただけに何らかの形でファンの期待に応えてほしいが。 次でファンの木